公認会計士税理士の白岩です。静岡市東静岡駅徒歩10分のところで会計事務所の代表を務めております。本日は2015年11月20日金曜日の動画ブログを撮りたいと思いますが、今回はアポ、今日はアポが3件ありますね。午前中お客様に事務所にいらしていただいて1時間半ぐらい、今朝の打ち合わせと、まあ、雑談的な営業的なお話をさせていただきました。お客様も初めて聞くような内容が多かったようで、大変興味深く聞いていただいたので、よかったかなと思います。特にこの、YouTube 動画マーケティングのお話が新鮮だったようで、私もやってみますみたいなことをおっしゃっていただいたので、よかったなと思います。で、お昼からは、駿河区、静岡駅近くにあるお客様のところに行きまして、月1回の勉強会ですね、店長と役職員の方を交えた勉強会をしておるんですが、そこでファシリテート、司会役、先生役をやらせていただきました。今回は結構当たりましてですね、他の動画でも撮りますけど、未来を逆算して今を考えましょうみたいなお話とか、PDCA サイクルにしましょうというようなお話をさせていただいて、大変高社感触だったんじゃないかなと自分では思っております。その後、その会社の会長たちと別の、ちょっと難しい経営判断などもさせていただきました。で、事務所に帰宅し戻ってきて、今は5時、夕方5時前なんですが、今日夜一件お約束があるのでそこに行こうと思います。 BNI という朝活で、メンバーの方はですね、ラウンジという、まあ、女性がいるバーっていうのかな、お酒を飲むところを経営されている方がいて、今日はイベントがあります。ボジョレ・ヌーボーの解禁と、に合わせてピアニストをお呼びして、ピアノの演奏を聴くというのがありまして、私が参加させていただきます。で、そのピアニストもご紹介した、つないだのも私ということもあってご縁もありますので、ぜひ、楽しみにしておるんですが、ちょっと何せそういう場が離れなのでちょっと緊張しておりますけども、精一杯楽しみたいと思います。